それでゴーレ先輩です。よろしくお願いします。僕が出したものは、あ、ちょっと待ってください。これです。細かすぎて伝わらないかもしれないものまでをします。非常に似てないので、卓球もほとんど関係ないので温かい目で見てください。あ、ちょっとお茶。まずはじめにこれです。キンキンに冷えた怪獣をやりたいと思います。この武器じゃキンキンに冷えてやがる。キンキンに冷えてやがる。レシーブの入り方をやる先生が足を動かすよって言ったら、廣田選手はこうやって続きまして、ミスをした時にそんなに謝るかってぐらい謝る瀬古優太選手
捧げる半沢直樹の土下座とワンピースのサンジの土下座を組み合わせたやつをやって終わりたいと思います。